死と史論は日本の文芸雑誌。1928年9月に春山幸男、北川冬彦、安西冬江、飯島忠し、神原康、近藤東、竹中薫、三好達次上田敏夫、富山宇三郎、滝口武氏の11名の全英的詩人が創刊した期間発行の詩雑誌である。出版は厚生学書店が引き受けた。 相関道人以外にも、淀野隆三などが、同人参加し、西脇純三郎、吉田一保、横光利一、北園勝恵、渡辺修造、梶本次郎、丸山薫、堀達夫、滝口修造、坂本一郎、岸山修造、村野史郎、笹沢義明なども、作品や文芸評論を発表した。始と始論は、を廃して、 私的に死を構成しようとする新しい詩人、詩論家と見られていた春山幸男を中心に、1920年代の犠牲師団に飽きたらない超現実主義などの欧米の新しい全英文芸市長の影響を受けた若い詩人たちの集合体的導入詩として1928年9月にスタートした。個々の同人の傾向は多様であったが、第一次世界大戦後の未来派、 ダダイズム、表現派などの移植に続き、新現実主義や新心理主義の紹介など、しのみならず、同時代の欧米の文学論の流れも、積極的に紹介した。私的新精神であるのにとどまらず、文学的、エスプリヌーボー運動の場ともなったのであり、日本における20世紀文学の確立を目指すもので、あるとともに、プロレタリア文学に対抗する、芸術派、 モダニズム運動の一拠点となった。また当時の機関紙の流行の最初でもあった。第一冊、総刊号では、萩原作太郎を旧詩人と呼び、フランスのエスプリヌボーの詩風を標榜していた。第二冊には、総刊導人以外にも、北川冬彦と青空で道人だった梶井元次郎の桜の木の下には、気学的幻覚などが掲載された。 第5冊、第7冊では、ポール・バレリーを特集し、第8冊では、アメリカの現代作家の短編小説の翻訳を、特集した。伊藤誠は、第3冊で、現代アメリカ師団、第4冊では、アメリカのエドナ・ヴィンセント・ミレー、イギリスのデイビッド・ハーバート・ローレンス、ウォルター・デラ・メアなどを紹介した。また、安倍とは、第5冊で、主的文学論を掲載して以来、 一連の評論を書いて、分断に波紋を投じた。春山はこれに並行して、厚生格書店から、現代の芸術と批評総称を編集し、堀辰夫役、国東賞、安西冬江、軍艦祭り、北川冬彦役、マックス・ジャコブ、斎藤、北川冬彦、戦争、西脇淳三郎、超現実主義士論、滝口修造役、アンドレ・ブルトン、超現実主義と、 絵が安倍智子、七的文学論、春山幸男氏の研究、伊藤聖、新心理主義文学、長松定役ハーバードゴーマン、ジョイスの文学などに0冊以上を刊行した。1930年6月、春山幸男らの現実有利の傾向に不満を持った、北川冬彦、飯島忠、神原康、三好達治、淀野隆造、 前田武氏などが脱退し、帰還雑誌、死、現実を、武蔵野書院から創刊した。北川原は、シュルレアリスムや、ホルーマリズムだけに飽きたらず、新現実主義に基づいた雑誌を目指した。死、現実は、やや左翼系であったが、気候作家のすべてが左翼というわけではなく、梶井元次郎の、愛部闇の絵巻などが掲載された。その後、春山幸雄の、 死と死論は1931年12月の第14冊で週刊し、同じく厚生各書店の出版により、文学という名で1932年3月から1933年6月まで継続発行した。そのモダニズムの部分の経譜は、雑誌、司法、診療度に受け継がれ、戦後の荒れ地の詩人たちの出発点となった。 また、荒れ地後の吉岡実る教区の詩人たちなども昭和10年代のダダイズムやモダニズムの運動との関連を指摘されており、詩と詩論の影響は戦後にまで及んだ。ありがとうございます。